やり抜く力が今才能、はい、能力よりもあの、まあ、必要、うんうん、はい、とされているということについて、まあ、能力とか才能もちろんあるんですけど、まあ、やり抜くということがそもそも才能なので、なんかおかしな話だなと思いますね。まあ、アスリートの世界でも例えば、うん、あいつは怪我さえしなければな、いい選手だったのにとか、病気しなかったらいい選手だったのにとかってよく言われるんですけど、いやそれも才能ですから、それに近いですかね。やり抜くことができないということは才能はないんですよ、はい、ただよく見るのは自分が新しくトライしたことがすぐ結果に直結しないと、もう次の日にはやめてしまうんですよ。もうそれはもう験担ぎに近いから、いやもうちょっと続けないとわからないことあるんじゃないかなって、まあ、よく思います。で僕は続けて正解だったものもあります。ただ不正解もたくさんあります。でもそれは時間をかけてやることでしか判断できないんですよね。チームと子っていうことについてはどんなふうに考えてきましたか？野球って団体競技なんですけど、でも個人競技でもあるんですよね。個人で結果残せなかったらもう終わってしまうので、チームが勝てばいい、この考え方はアマチュアの考え方ですね。アマチュアは確かに勝っていかないと次がないですから、勝つことが全てということは理解ができます。ただプロの場合は勝つことが全てで、これもよく言うんですよ。プロ野球選手でも勝たなきゃ意味がない、全然そんなことないですよ。10対0で負けてる試合だってものすごいプレー見せたらお客さん喜びますもん。それがプロですよね。それ履き違えてるのか、まあ、そのレベルに達していないのか、まあ、そういう選手はすごく多いです。若い世代に何かこう今伝えたいことっていうか、はい、まあ、ご自身がいろんなことを経験した中で、アドバイスできること、やっぱり自分の経験から得たもの、こう肌感覚で得た経験ってすごく強いと思うんですよね。どれだけ頭の中に情報を詰め込んでも、そう肌感覚で持ってないんで弱いんですよ。そう狭い世界でもいいから、どんどんその飛び込んでいってほしい、まあ、怖さとか不安とかあるんですけど、でも実は怖さとか不安がある方がいい状態だと僕は思うので、それを持った上でどんどん違うステージに踏み込んでいってほしいなと思います。